ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はアンドレ・ザ・ジャイアントアーノルド・シュワルツェネッガーあわや大乱闘について触れてまいります。大巨人アンドレ・ザ・ジャイアントが映画キング・オブ・ザ・デストロイヤーに出演、主役を演じるのはアーノルド・シュワルツェネッガー、そしてウィルト・チェンバレンです。撮影を重ねていくごとにアンドレとシュワルツェネッガーはすっかり打ち解けました。さらに交友を深めようと3人は食事に出かけます。上機嫌のアンドレはものすごいペースで缶ビールを開けていきます。当然アンドレは全員分の食事代を自分が出すつもりでいましたが、アンドレが会計に出向くとすでにシュワルツェネッガーが全員分の会計を済ませていたのです。これに対して烈火のごとく怒ったアンドレはものすごい形相でシュワルツェネッガーに詰め寄ります。そして運も言わさずシュワルツェネッガーを抱え上げます。向かった先はシュワルツェネッガーの所有するオープンカーでした。アンドレはシュワルツェネッガーを運転席に座らせると満面の笑みで見つめます。シュワルツェネッガーも最初は戸惑ったものの、すぐにこれはアンドレからの感謝の気持ちであると理解します。そんなアンドレにシュワルツェネッガーは I'll be back と言ったとか言わなかったとか、こうした俳優同士のコミュニケーションもうまくいき、映画は大ヒット。この映画をきっかけにシュワルツェネッガーは大スターへの道を歩みます。そして俳優業の傍らプロレス界とも良好な関係を築き、 WWE 殿堂入りも果たしています。シュワルツェネッガーは今でもアンドレと共演できたことを誇りに思っています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はアンドレ・ザ・ジャイアントアーノルド・シュワルツェネッガーあわや大乱闘について触れてまいりました。